哲学館事件とは1902年に私立哲学館で発生した事件である。旧正中東教育学校の教員無試験、限定資格は本来管理の高等師範学校卒業者に与えられるものとして制度設計されていたが、哲学館の設立者、井上遠寮はこれを私立学校卒業生にも開放すべきと主張し、1898年に国学院、 東京専門学校等とともに文部省への陳情活動を行った結果翌1899年2月7日直令第28号で定められた中学校令第13条が改正され同年7月にこれら3校は中等教員無試験検定資格を認可された1902年にはこの3校で最初の卒業生が誕生し私立学校で 初めての無試験教員が誕生するはずであった。しかし、哲学館の教育部第一課である、教育倫理課の卒業試験の答案を検定した、私学館、熊本優奈が、倫理学教師、中島徳造の出題した内容を問題視した。同期が善でも、悪となる行為はあるかという課題である。これに対して学生が、結果だけを見て、善悪を判断してはいけない。 そうしなければ自由のための死意逆も罪となってしまうと回答したが、これはイギリスの哲学者ジョン・ヘンリー・ミュアヘッドの著作、倫理論を教科書とした授業におけるもので、新京都革命における君主の初段を是としたミュアヘッドの学説に沿った回答であった。この考え方は当日の法理哲学においては学会の標準的な考え方であったが、熊本は 哲学館の教育方針について、目上を、札をとし下して良いということは、天皇も殺して良いということだ。この思想は国体を危うくする恐れがあるという見解をまとめた。その結果、文部省は12月13日付で無試験、検定資格の認可を取り消した。哲学館幹事、安藤博士が文部省に出向いて、取り消しの理由を問いただしたところ、哲学館の罪は、 その閉鎖とも申すべきところなるども、かねて同官の内情をも察するがゆえに、認可取り消しの命令に留め置くものなりとの説明を受けたという。また、中島も哲学官と、東京高等工業学校の講師を論士退職へと追いやられた。翌年1月、中島は、読売新聞などの都家新聞各紙に、世が哲学官事件を世に問う理由を投稿。 それに対して当事者たる熊本私学館の段が読売新聞に掲載される。中島が文部省私学館のことを果たしてらばで反論すると文部省は2月16日付の時事新報で哲学館事件に関する文部省当局者の弁訴で自らの見解を明らかにした。これらの論戦が展開されるととか初新聞書雑誌では私立学校における 教育の自由や学問の自由に関する議論が活発化し、衆議院でもこの事件に関する質疑応答がなされるに至った。また、倫理学の著者ミュアヘッドも英国から便り書きをジャパンクロニクルが見に寄稿し、役者の桑木玄翼も論争に参加した。当時の倫理学会の中心的存在だった、定友倫理会の主要会員が連名で、 1903年3月10日、無視の同期説を教育上危険と認めずと論断を下したことで、世論はようやく収束の方向へと向かっていった。この後、哲学館は東洋大学となり、1928年に大学励志向による大学となるが、1920年認可の私立大学10校に比べて遅れたのは、哲学館事件が王を引いたからではないかと言われている。 しかし、東洋大学100年出資編合によれば、東洋大学は昭和2年の時点でも認可できる要件は整っておらず、東洋大学が初めて申請書類を提出したのが1927年1月19日とされているので、本事件との関連性は解無である。哲学館事件は、 当時も多数の媒体によって取り上げられ注目された日本の教育史では一つのトピックとなっており松本、清長の小説東京帝国大学新庁舎がこの事件から始まっているように小説や論説の題材としても使用されている。その後、哲学館では中等教員無試験検定資格の再認可を求める講師、公有と再認可を求めない。 井上遠梁との間で対立が起こり、哲学館大学革新事件と呼ばれる騒動にまで発展したが、井上引退後の1907年5月13日に再認可が実現した。ありがとうございます。